その外に対する PR なんですか、それともやっぱり中の軍隊の行動を管理するための旗印。うん、今のね1種類しかドラムやってないんですけど、何種類もあるんですよ。でそれによって軍のね命令の仕方が違うんですね。のろしも違うんですよ。だからその種類によって違うんですね。だから自分の軍隊に対するメッセージですね。だからドラムの叩き方が違うんです。真の始皇帝の軍隊って伝令のオフィサーがいて、ああいう太鼓の音とか鐘の音で軍隊右に行けとか左に行けとかどうせっていうことを指示する人が最初からなんか小隊とかなんか中隊ぐらいに一人が置かれてるんですよ。ああそうだった、うん、だから音とかで全部それでフォーメーションなんか決めて動けるようになって。へえそうなんだ。からその伝令のオフィサーが死んじゃうと右往左往しちゃう。で兵馬俑にやっぱそういう職種を持ってるオフィサーの像があります。あ、そうなの。うん。宇野さんのずっと在籍されてたところとか、グローバルの企業とかコンサルティング会社とか多拠点でやってるようなところってそういう仕組みがあったりするんですか。え、どういう意味わかんないけど。多国籍で事業を展開してるマルチナショナルな会社の中で。こういう現代はねちょっと違っててね、昔はシンプルだったんですよ。今木本が言うように、うん、今シンプルじゃなくてね、彼ら例えばアクセンチャーみたいな会社はどういうことしてるかっていうと、例えば僕が南アフリカに行こうとね、オランダに行こうと現地の人と直ちに仕事ができるような共通のね標準化ルールを徹底してるんですよ。だこれは昔はゴング、ドラムス、バナーズ、フラグズだったけど、今はね、そのゴングスが何を意味するのかっていう、そのバックグラウンドってものすごく膨大なものがあるので、それをもう根底から仕事の仕方を統一化しようっていうのがアクセンチャーのやり方ですよね。だから近代のマルタナショナルカンパニーっていうのは、そういうふうにこう、世界中ね、同じクオリティを出せるような、例えば日本の企業って一番下手なのは、例えば東南アジア各国の仕事の仕方が違ったりね、本社のやり方が違ったりってこと、欧米の企業って嫌うんですね。標準化を徹底するってそういうことなんですよ。だからそのためのその研修ってのも徹底してて、でそれとやっぱりここで言ってるアクセンチャーの場合には Think straight, talk straight っていうのを思ったことをはっきり言いなさいっていうようなことを指導するんですね。ですからそのコミュニケーションギャップがそれぞれの国の文化を超越してその会社の文化が導入しようというのがここでのメッセージですね。だからただそのためにやっぱりそういうふうなこうカルチャー、要するに会社のビジョンとかミッションとかあるんですけど、コミュニケーションビジョンというのは日本の会社って作ってませんけども、カルチュラルミッションというのはやっぱり作るべきなんですよね。だからアジア全部共通した会話ができるような仕事の仕方ルールっていうのを考えましょうという、そういうことですよね。その心がけとしてマインドセットは Think straight, talk straight。 あ、そうですね。ですから要するに各国ごとにですね、東南アジア華僑文化ですけど日本文化でも極端に違うん でそういうものをですね乗り越えた共通の文化を企業の価値観として社員に植え付ける。例えばどういうふうに IT 会社にするのか、そのディープラーニングをどう浸透させるのか、そのためのコミュニケーションをどうやって、仕事の進め方をどうやってやるのか、例えば最初のプロジェクトを立ち上げるときのフィジビリティスタディってどういうアプローチでやるのか、その次のデザインをどういう仕事の仕方をするのか、クオリティどういうレベルのものを出すのか、というそういうようなことをですね、やっぱりきちんと教育するんですね。でそうすると、その各国どこでやっても同じ品質のものが提供できる。例えばどこの企業だったら、例えばタイが住んでればタイの仕事をアジアにコピーしてそういうことを徹底するとかっていうふうなことを研修体制をしっかりやるっていうことですね。まあ研修のための時間取られますけれども、結局ここで言ってるようなここに書いてある、例えば Host thus forming single united body っていうのはメッセージなんですね。
Single United Body って何かっていうと、Is it impossible either for the brave to advance alone とかね、うん、or for the cowardly to retreat alone とかって、そういうふうに、あの、誰かできるやつが飛び出すとか、できないやつがその、いい加減な仕事をするんじゃなくてね、そのいわゆるあの Single United Body っていうことをあの強調するんですね。これはだから、孫子の中でもすごいのは、あのこの Single United Body っていうことを言い切ったことですよね。うん、だから誰が優れてる、誰が踊ってるっていうんじゃなくてね、みんな一丸となってそれがあのできるようなことを、インナイトファイティングでもそうだし、あのファイティングバイデイもそうだし、そういうようなところでも共通したクオリティを出しなさいと言ってるんですよ、ここではね。で、それがやっぱり日本の企業はできないんでしょ。なんか いつもの典型で、やってるかやってないかって聞いたら、やってますよ、いやうちはやってますよって言うんですけど、あの中途半端にしかやってないっていうことですよね。うん、だからそれをだからクオリフィケーションはやっぱりあのどういうレベルのものをどういうふうにするのかっていうことをですね、ここで言ってるのは、ここで言ってるのは、例えばあの敵はね、例えばあの in the morning by noon day in the evening とで分けてこう書いてありますけど、そういうふうにこう その状況状況に応じた仕事の仕方をしなさいってここで言ってるんですね。で、その時にどういうふうなチェックするのかっていうこともやっぱりですね、あのただ欧米の場合は日本と違って、あの日本の場合はやっぱり上の上司の人が仕事の中に立ち入ってくるってことはあまりありませんけど、欧米の場合は社長でもやっぱりその実際の事業に精通していけなければ、ね、社長になれないっていう、そういうのがあるんですよね。それは日本とちょっと違いますけどね。もともとあの儒教っていうのはあの人に任せて中身に入らないっていう傾向が強いんで、まあ、それは儒教の悪い影響ですけどね。ただあの家教は決してそんなことなくて、あの家教は彼らあの儒学っていうのを日本人より勉強してるんですけど、彼らの場合は日本と違って儒学を忠実に勉強しないんですよね。勉強のレベルは日本人より深いんですけど、書いてある通りにやらないんですよね、家教ってね。中国人は、日本人は書いてある通り真面目にやるもんだから、あの結局江戸時代 の儒学っていうのは人を信用する、だからその田中さんと鈴木さんを信用して彼がどういうことをしてるかっていうことは任せるっていうのが定着しちゃったんですよ。それがまあずっと日本の弊害になってるんですね。でここではだからあのいつもここに僕が言うように、ここで言ってるのはジェネラルが対象ですからね、この将軍に対してここで言い聞かせてるんですけど、君はだからそういうことに任せちゃいけないよ、だから朝昼夜ちゃんとかあの自分が率先してやりなさいよっていうことを言ってるんですね。うん、いやこれまさに私のすぐの周りでもあって、すぐに、あ、そうですよそうですよ、社内のコミュニケーションポリシーをどうするかとか、うん、そうですよ。だからただそのための標準化っていうのは、あのまあ、アクセンチャーの時僕はマニュアルをね、そのメソッド版というのがあって素晴らしいのありましたけど、あれを勉強するっていうのはね、いやちょっと無理で、バインダー何冊もあったら無理なんですよね。でもあの会社はそれを社員にあの何ヶ月もかけて教育するんですよね。まあ、どこの会社も IT 企業って3ヶ月くらい研修やるんですけど、新入社員に。でもそういうふうなレベルまでやってる会社はないです。ちょっとやりすぎっていうか、まあ、そこまでやんないと、その実際にそのフィジビリスタディのクオリティがどこまでかっていうのはやっぱり教育できないんですけどね。うん、でもそうは言ってもやっぱりそういうふうなこう仕事の標準化とかコミュニケーション、あのお互い そのカルチャーを乗り越えたね、何かそういうふうなものが必要でしょうね。日本もそろそろ日本企業もね、海外出てくるとなれば、海外事業に対してはね。だここなんかでもそのやっぱりあの面白いのは、To refrain from intercepting an enemy whose banners are in perfect order, to refrain from attacking an enemy drawn up in calm and confident array って言ってるんですね。だから敵がちゃんとしてるというか、あの秩序立ってるところとか、旗がちゃんときれいに整ってるとか、あの戦闘配置がきちんとしてる会社には襲う、あの敵には襲うなって言ってるんですね。そういうのはやっぱり日本人ってあんまり得意じゃないですよね。うん、敵が整然してるのに攻めていっちゃう。
悪い習慣ありますよね。うん、だからそういうことですね。日本今の場合だったらやっぱりそういうふうなこう、バナーザインパーフェクトオーダーとか、あのドローンアップインカーマンのコンフィデントアレイだったら、じゃあこういうふうなしっかりした競合会社と提携して何かやろうというような気持ちにならなきゃいけないんですけど、敵として扱おうとするんですよね。うん、それはやっぱりちょっと間違いだと思いますね。やっぱりあとここではあのスピリット is keenest in the morning by noonday it has begun to flag、 こう疲れが出る。 in the evening his mind is bent、 折れてる。 only on returning to camp、 そういうこう相手の心情をね、絶えず押し量って動けって言ってるんですよね。これはやっぱり我々まあこうなんていうかな、あんまり相手の心情を押し量ってやらないっていう悪い癖がありますよね。だからここではディシプリンで、カーム、自分の軍隊がね、でディシプリン、必要だってて静かにして、で敵のディスオルダー、幅を狙えということですよね。うん、セルフポジションという言葉は知りませんでしたけど、リテイニング、冷静さを持って冷静にですね、相手がその冷静じゃない相手、トエリングですね、スラグリング、冷静じゃない敵を狙えと言ってるんですね。これは食べるものを言ってますけど、ウェルフェッド、よく食べてるってことは、ファミッシュという敵が飢えてる、叩けと言ってるんですね。で時々出てきますけど、ハズバンディングっていうこと、節約する、夫なんですけど、夫ってのは男ってのは節約するみたいですね。ハズバンディング、それであとはハズバンディング、ワンデストレンス。そういうことですね、このポイントは。